僕はですね、高校の頃に今最初にやったですね、高校の頃に吉田さんをですね聞き始めたんですけれども、最初今僕が歌ったですね、制服のねですね、制服のねシャウトを、聞いた時にですね、拓郎さんのシャウトを聞いた時にもう鋭い衝撃を受けましてですね、ジョン・レノン譲りの、とっち狂ったシャウトですね。まあこれはですね、矢沢永吉とかのですね、余裕しゃくしゃくの、シャウトとは違う。ABC 通りやないか。もちろんですね、もちろん A ちゃんのシャウトも生かしてはいるんです。生かしてはいるんですよ。だけれどもですね、僕たち拓郎ファンはですね、拓郎のこの全身全霊でですね、もう後がないという、どこ見とる。もう今にも、ね、もう、うるせえこの野郎。もう今にもですね、死んじゃいそうなシャウトですね。拓郎さんは死んじゃいそうなシャウトですね。アドリブを混ぜますと、正拳でもいいですね、正拳の死んじゃいそうな怒鳴り声ね、そういうものにですね、正拳の、死んじゃいそうな怒鳴り声の方が、余裕しゃくしゃくの松田優作の、怒鳴り声よりもいいと、その余裕しゃくしゃくよりも死にそうな感じのシャウトに僕たちは、ね、非常にグッときましてですね、そこにはやっぱり、ね、魂の解放があると思うんですね。で、そのシャウトをずっとですね、僕は拓郎さん好きになってから真似してましてですね、ある日ですね、それずっと真似してある日そこにロックンロールが降ってくるわけですね。わけわかんないこと言い出したよ。拓郎の「家を出る前のまま!」とか言ってるとですね、ヘレン・ケラーみたいにですね、ロックンロール降ってくるわけです。プレスリーでもなく、ビートルズでもなく、僕の親、吉田拓郎自らシャウトしてて、ある時ロックロールが降ってきたわけですね。多分拓郎、僕なんとはですね、拓郎さんのシャウトをですね、カバーしなかったら、一生こんな風な感じで、家を出るみたいな、叫ぶことはなかったであろうと。普通の人はね、まあ、そんな死にそうなぐらい叫ぶことがないので、多分ですよ、彼女とか彼氏と喧嘩してるときに、何よみたいなのはあるかもしれませんが、想像的な感じで叫ぶとかことがないと思うので、多分ね、ロックンロールって言いましてもですね、60年代に流行った音楽の一形式だのですね、一つの音楽のなんか形式じゃないかと言いたい気持ちもわかる、それがかっこいいんだ、クールだという気持ちもわかりますけど、やっぱりロックンロールというのはちょっと違うと思うんですね。で、ロックンロールって何だろうと思ったら、やっぱり吉田拓郎さんのシャウトですね。これを自分で、家を出る前の晩はそれでもみたいなやってるとですね、分かってくるんじゃないかなと思うんですね。もちろん吉田拓郎さんもビートルズ時代のジョン・レノンのですね、ハードデイズ・ナイトといろんな叫びを自分で真似しているうちにですね、少なからずロックンロールというものをいつの間にか監督していったんであろうということは想像に難くないと私は思うんですけれども。そうそう、拓郎さんはですね、ジョン・レノンの 長いよ。拓郎さんはジョイントじゃないよ、ジョン・レノンのシャウトとですね、ジョン・レノンのシャウトの話今しましたね。ジョン・レノンのシャウトとポールのですね、甘い声、この両方持ち合わせた人でありまして、その声の魅力は、さることながらですね、あの人はね、希代のメロディーメーカーでもありましたね。皆さん、希代のメロディーメーカーね、一時期、まあ、言ったら70年代の小室哲哉みたいなもんですね。希代のメロディーメーカーでありましてですね、いろんな、その才能でいろんな歌手の方に、楽曲を提供されておりまして、提供しながら、やっちゃった歌手もいますが、とりあえずその素晴らしいメロディー、人に書いたメロディーの中からちょっとやってみましょうか。危ないところだったか。もう喋ってることでいっぱいいっぱいになっちゃった。はい、行きましょうか。あなたが運転手に道を教え始めたから、私の家に近づいてしまった。薬屋の角を左に曲がると、車もすぐ止まり、私は降り
優しくされたら揺れてしまう。
で残ります。悲しむことより思い出作りに私は今でも時を送りたい。通り過ぎるあなたが風なら私も今すぐ風になりたい。私も今すぐ風になりたい。私も今すぐ風になりたい。